さあ続いて9号車はカースポット太田のおすすめ車です。ご紹介いただきますのはユーカーレンジャーグリーンの小竹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は小竹さんどんな車でしょうか。はい、はい、今回のカースポット太田のおすすめ車はスバルのセダンレガシー B4 をご紹介したいと思います、はい、しかも27年式のお車ということで、はい、期待していいですね。いいですね。いいですかね。はい、はい、では、恒例のですね評価書をご覧いただきたいと思います、はい、こちらの評価をいただいているお車です。はい、内装が、星3つ、うん、外装も星3つ、評価点が5点のお車です。内外装ともに、評価は満点、はい、星3つでございますね、はい、総合評価も5点ということで高評価の1台ということで、はい、じっくりとではこの後ね見ていきたいと思いますが、はい、さあ今回は B4 ということで27年式のお車なんですね。ですね、まあ目にパッと飛び込んでくるのはこのボディカラーですね、はい、非常に綺麗なはい、ブラックと言っていいんでしょうかね、はい、あの黒の中でもボディカラーいろいろなタイプの黒があるんですけども、はい、正式には何というこれボディカラーなんでしょう。はい、こちらのボディカラーはクリスタルブラックシリカという色になってます。はい、クリスタルブラックシリカということで、はい、ただの黒ではないと、はい、いうふうにお伝えしておきたいというふうに思いますけども、はい、非常にあの黒の中でもねさらにこう落ち着きもありますしね、はい、まあ、そういうカラーなんですけれども、では早速おすすめのポイント、まあ、いくつもあると思うんですが、はい、どんなところからいきましょう。はい、このレガシー B4 はボディカラーも、もちろんおすすめなんですけれども、はい、ボディの大きさもポイントの一つとなります。大きさですね。はい、はい、一つ前のモデルと比べると、はい、全長で、プラス65ミリ、うん、全幅で、プラス60ミリと一回り大きくなったお車となっています。結構大きくなってるんですね。そうですね。けど見た目はそれほど大きくなってないなというイメージも実はあるんですよね。そうですね。これ全長が65ミリ、はい、全幅で、プラス60ミリということなんですよね。あのボディサイズ的にはかなり大きくなってるということなんですが、はい、あの室内の広さはもちろんですが、はい、高速道路などの走行安定性、はい、これにもこのボディサイズの大きさ、まあ、一役買ってるということなんですよね。そうですね、もちろん、ボディ剛性やサスペンションの適正化など、走行安定性をさらに高めるですね。なるほどね。あの走行安定性が良くなったのは非常にいいんですけども、例えばその分ですね、はい、市街地などでのいわゆる取り回し、はい、こう、まあ、ボディサイズ大きくなりますと少ししづらいような気もするんですけども、そのあたりは小竹さんどうなんでしょうか。はい、そうですね、ボディサイズを数字だけで、聞くととても大きく感じるかもしれませんが、運転席からの、視認性が良いのでボディが大きくなったことを忘れてしまうほど乗りやすいんですよ。なるほどね。はい、はい、ということでそのボディの大きさ、まあ、室内も含めてですけれども、はい、実際にちょっとね、はい、座ってみたいというふうに思いますけどね、はい、ボディカラーが、ね、黒なんですけども非常にかっこいい一台ですね。まあ、中もご覧のように、まあ、シート、それから全体含めて黒なんですけどもね、はい、じゃあちょっと座ってみたいと思いますね。さあ現行型の B4 ということで、まあ、いわゆるコックピットの、ね、ような形に、しっかりと作られているというのが印象なんですけれども、はい、まずセンターのところに飛び込んでくるのがカーナビゲーションということになりますが、はい、これもおすすめのポイントということでしょうかね。その通りですね、はい、こちらは、ディーラー装着オプションのメモリーナビゲーションがついております。はい、まあ、ディーラー装着オプションということですから、あのセンターにね、はい、こうしっかり収まっていてまずシンプルだなという印象ですよね。はい、ですからあの手の届く、ね、位置にもちろんありますし、見やすい位置にあるということで、まあ、安全面でも、ね、配慮されているのかなという印象ですよね。はい、まあ、あの操作しやすい位置につけられているというのは非常に大きなポイントということですね。はいはい、それですね、はい、他にもですねバックカメラもこちら、うん、装備されております。はい、ということでねバックカメラもついているということなんですよね。はい、あの特に駐車場などでですね、便利なアイテムということですけども、最近こうバックカメラをつける方も
新車ご購入時多いですよね、はい、そうですね、はい、でさらにですね、はい、こちらの B4 アイサイトバージョン3も装備されておりますので、うん、はい、安心してドライブを楽しんでいただくことができると思いますよ。まあ、もちろん安全面でもね、はい、このアイサイトバージョン3が搭載されてますんで、はい、まあ、もちろんあのアイサイト、まあ、ありますけどもね、はい、安全運転にまず運転していただくと、はい、ドライバーの心がけが一番大事ですからね、はい、この辺もお願いしたいところですが、となりますとね、お値段もちょっと27年式ですから、はい、気になるところではあるんですけれども、車の詳細をまずお願いしましょう。はい、はい、平成27年7月登録で走行距離はおよそ4000キロの車になります。4000キロなんですね、はい、車検はどうでしょうか。はい、30年7月までついております。では今回の9号車27年式のレガシー B4 アイサイト、もちろん AWD の1台ですね、はい、ズバリお値段をお願いしましょう。はい、消費税込み254万8800円です。なお諸費用リサイクル料金は別途申し受けます。9号車27年式のレガシー B4 アイサイト AWD CVT の1台ですね、はい、お値段は254万8800円ということで、小竹さんからご紹介をいただきましたけれども、はい、まあ、まずは高評価、総合評価5ですよね、はい、内外装ともにこちら満点の満点です。3ついただいている、はい、27年式、はい、ね、まあ、ナビもついてる、バックカメラもついてますよという1台で、はい、なんですけども、何かこの車を買う際にはですね、はい、特別なプレゼントを小竹さんお願いしたいと思うんですが、はい、はい、そうしましたら、今日はご制約の方には、はい、ボディにガラス系のコーティングを施工して納めさせていただきたいと思います。これボディから冒頭でもお伝えしましたが、クリスタルブラックシリカというね、はい、綺麗な黒でございます。そうですね、大切にお乗りいただくということ、はい、ガラス系のコーティングね、今日はご制約の方に限り、はい、プレゼントさせていただきます、はい、小竹さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。9号車は27年式レガシー B4 アイサイト AWD CVT の1台です。お値段は254万8800円です。詳しくは0276-45-3933カースポット大田までお問い合わせください。ということで、はい、おすすめ車ご紹介いただきましたけれども、はい、その他にもたくさん車が小竹さんありますので、はい、ちょっと見に行きましょう。はい、お願いします、はい、それでは行ってきます。